ニョーマス神宝明日カ村埋蔵文化財展示室展示品ニョーマス神宝は859年に日本で鋳造発行された戦火である校長12戦の一つ直径 19mm から 20mm 前後の円形で中央には正方形の穴が開いている戦踏みは時計回りに解読でニョーマス神宝と表記されている 裏は無紋である。両目2グラム程度の銅の鋳造下である。尿マスを、上液と読めば物が豊かなことを表し、尿薬と読めば仏教語で物を与えることを意味すると、される。上元元年4月28日に、尿マス新報発行の御事の理が出される。日本三大実録巻に上元元年4月2 4日期中、小曰く、諸匠家と、茂る千の訓核明。 漢語異変。公益の方旅園。ゼモ、狂気みみち姿勢のか。ひと国大強し。シーゼン、ハイレンの意、東京ここ左官。東乗り、赤川発金、金足がガンカン。順余しかも異名。畜字、しかも氷。ただし、ケンカル作従。古作派誠税歴年の前身。水治行用の渡る線、よろしい改め急兵皿精神線。 金庫の変通。救い枯れ竜兵。分曰く、尿マス神宝。一位等級の十。即級の与え新ナミレイク作用。尿マス新宝一枚に対し急戦十枚の交換比率が設定された。この線以降、朝廷発行の貨幣は、線踏みが判読できないほどの悪質なものが非常に多くなる。また、日本国内におけるエリゼニの最古の記録も、 新の流通時であり、日本三大実録の上巻7年6月10日付の記事には、新鮮な文字がすこぶる不明瞭であっても使用に支障が、なければエリゼにすることを禁止する御琴のりが出され、金景気及び、大見国与え以外の宅期悪戦曰くと記されている。日本三大実録巻11上巻7年6月10日、日々金景気及び、大見国与え以外の宅期悪戦曰く。 公認11年6月9日下時代増殖曰く、千字ところ進む新選、家ども文字派不明、しかも不出定税、また優勝傷、行用無謀、世名を治め、しかもマグシャ不語この胸、千人維新、宅気不受、ある小文字不全、軽十重二十三、ある合輪角欠、巨百欠十九、ゼモ、幼少米者、 上口南古、海田室面車、サムミ普段、よ、ウロトウ、喧嘩禁止、若いう会、追足、さだしもと、14位しも投稿上卒、収造期間も十一年と短く、校長十二線のうち、減損するものが最も少ないと言われている。校長線の出土記録として、一万二千枚余りの、うち、尿マス新報の出土は七十六枚と同線としては、 最も少ない。ありがとうございます。